を毎日送り続けるって考えてみると結構クレイジーだ。しかもそうして作った料理を家族が喜ぶかっていうと微妙なわけだ。ラジオ文芸館綾瀬丸作ポタージュスープの海を越えてをお聞きいただいておりますけれども、この後は5分間台風関連のニュースをお伝えすることになります。まもなく時刻は1時30分になるところです。この後は台風関連のニュースをお伝えします。午前3分の多い時とどれかで台風時刻は午前1時30分になりました。この時間台風